今月の小太郎と〇〇。じゃーん。まずは小太郎。いつもの可愛い小太郎。私がこのアトリエレイナの、絵を描こうって思ってスタンバイしてたら、気になってちょっかい出してきました。クン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 、匂い嗅いでますね。でも食べられないんだよ、ダメよみたいな。ちょっと可愛いね。さあ、そして絵を描き始めて完成してきたかなと思っていたら、こんなショットも撮れました。あれ、誰の背中っていうか、この絵ってこの後見せるやつじゃね。あれ、ちょっとコーナー先取りしちゃったんですけど、まあ、ターナーさんに習ってね、ちょっとこう先取りみたいな天才性を発揮してみました。こんな可愛い背中、あれ誰でしょうね、一体ね。ということで名前を紹介したいと思います。名前はシーナー。夏川とは関係ないですよ。ミュージックレインの夏川シーナとは関係がないんですが、シーナと言います。シーナちゃんです。そう、女の子なんですよ。まだちっちゃいけどね。そう、シーナちゃん可愛いでしょ。びっくりびっくりでね。女の子可愛いね、シーナちゃんね。シーナちゃんと小太郎、大きさの比較をしてみました。こんな感じです。うん、やっぱまあまだちっちゃいからね、シーナの方がちょっとちっちゃいけど、あれですね、大きくなる子なので将来的には。なのでまあ小太郎がこの、まあ、5ヶ月ぐらいなんですけど、5ヶ月の時よりはうん大きいかもっていう感じね。え、かわいい小太郎ね、大きくなってね。そうなんですよ。そうそう、こんな感じなんですけど、あのしーちゃんがあのコタのことすごい、もうしーちゃんとコタって呼んでるんですけど、しーちゃんがコタのことすごい大好きで、もうかまってかまってってすぐ寄ってくんですよ。まあ、そんな動画もあるんでちょっと長いんですけど、見ていただきたいと思います。2分ちょいやります。どうぞ。あ、これは誰の尻尾でしょうか。これはふわふわだからしーちゃんの尻尾かな。中にいるのはしーちゃんとコタ。もうコタ微動なにしないからね。しーちゃんがねえかまってかまってってちょっかい出すんですけど、もうコタは俺今ここでくつろいでたんだけどみたいな感じです。あー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 、行っちゃうの。しーちゃんかわいいね。あ、ウイシャマのベッドを見てしまった。あ、やばい、スイッチが置いてあるのがバレる。ポケモン剣盾をやってるのがバレる。面白いよ。そうですね、ベッドで、はい、やってます。ポケモンね、楽しいです。そんなベッドで2人ははしゃいでますね。ていうかしーちゃんがはしゃいでますね。でもしーちゃん振られちゃって中で落ち着いちゃったかな、諦めちゃったかな。グググって布団の中に入ってね、まあ、暗いところって落ち着くよね。顔も見えないしね、もう尻尾しか見えないよ。あら、顔が見えたね、かわいいね。あーしーちゃん、しーちゃん大丈夫、しーちゃん。もうね、さすがに心配になりました。私飼い主手を出しました。ようやく黙って見てようと思ったんだけど、さすがに心配だったけど生きてた。よかった、よかったよ、しーちゃん生きてたよ。飼い主はもう一旦手を離します。あー安心した。もうコタちゃんどうしたの。コタちゃんもあ、クンクンしてんね。遊んであげるの、遊んであげ、遊んであげるの、あげないの。遊んであげないね、クンクンしただけだったね。まあこんな感じで、もうコタが大好きなしーちゃんがかまってかまって、コタは、やだっていう、まあそんなことが一日に何回も起こります。でもコタもすごい優しくって、もうね、あーかわいいね二人
り並んじゃってずっと片思いなしーちゃんでしたかわいい。そんなね、小太郎と椎名の動画でしたけど。でもね、へへへ、楽しい。これ持って帰っていい？めっちゃ面白いんだけど。あ、終わり？もうちょっとやろうよ。